海の垂直区分。表層中心層前進層深海層、超深海層深海とは明確な定義はないが、一般的には水深200メートル以上の海域を指す。深海は光合成に必要な太陽光が届かないため、表層とは環境や生態系が大きく異なる。高水圧、低水温、暗黒。 低酸素状態などの過酷な環境条件に適応するため、生物は独自の進化を遂げており、氷層の生物からは想像できないほど得意な形態、生態を持つものも存在する。また、性質の相違から氷層と深海の海水は、混合せず、ほぼ独立した海水循環システムが存在する。地球の海の平均水深は3729メートルであり、 深海は海面面積の約80%を占める。21世紀の現在でも大水圧に阻まれて深海探査は容易でなく大深度潜水が可能な有人や無人の潜水艇や探査船を保有する国は数少ないなどから深海のほとんどは未踏の領域である。深海とは水深200メートルより深い海の部分を指す。これは 必ずしも厳密な定義ではなく、これ以外の用法も存在するが、おおよその場合に、このように扱われている。普通はこれより浅い海の部分を表層という。これは特に生物に基づいての判断であり、この深さまでは、太陽光によって植物が光合成可能である、ことをその大きな理由としている。この深さでは、可視光線はほぼ遮断され、 暗黒の世界となる。ただし、厳密な測定では、より深くまで通る光はあり、その深さは1000メートルに達する。そのため200から1000メートルを弱光層、それ、維新を無光層と呼ぶ例もある。深海は深度によって、次のように区分され、この区分は、表栄区分体と呼ばれる。区分者により、数値が異なることがある。また、 深海層を含めない場合もある。水深4000から6000メートルには地球の表面積のほぼ半分を占める広大な深海底が存在し、ここまでを深海帯としている。これより深い超深海帯は海溝の深部のみが該当し、海全体に占める割合は2%に満たない。世界最新地点は西太平洋に位置するマリアナ海溝の チャレンジャー海部地で、海面下1920プラスマイナス10メートルである。深海の海水温度1、高緯度海域、2、低緯度海域。色のついた部分が、水温薬草上部全深海帯では、水温が急激に降下し、下部全深海帯では、さらに緩やかに加工する。深海帯では、水温はほとんど変化せず、水深三千メートル以では、水温は、 摂氏1.5度程度で一定になる。低緯度海域では、水深200から1000メートル付近で水温が急激に変化する。水温薬草が存在し、中緯度海域では暑い時期だけ生まれる。高緯度海域では存在しない。水深300メートル付近まで混合層と呼ばれる海水が上下に移動できる領域があり、ここでは低緯度海域の赤道直下では、 摂氏30度付近、中緯度海域は10摂氏20度となり、高緯度海域は表層から深海までに摂氏3度前後で一定となっている。低中緯度の両海域では1000メートルより深い深海はに摂氏3度前後となって一定となる。水深が深くなればなるほど大きな水圧がかかることになり、 有人潜水艇などの内部気圧を地上と同じに保つためには10メートルごとに1気圧ずつ増える周囲の圧力にこうするだけの強度が求められる深海生物はすでに体内の圧力が周囲の水圧と同じになっており深海中では押し潰されることはないが逆に短時間で海上に引き上げられると体内に溶け込んでいたガスが膨張してしまう 深海の海水密度1、高緯度海域2、低緯度海域色のついた部分が密度約草海水は塩分をはじめ様々な物質が溶け込んでおり純水より密度は高く1.024から1.028グラム毎立方センチメートル程度になっている海水密度は塩分濃度などとともに温度にも影響を受ける密度も 水温同様に緯度と深度で異なっており、低緯度海域では水深300から1000メートル付近で密度が急激に変化する密度薬草が存在し、中緯度海域では夏だけ生まれる。高緯度海域では存在しない。水深300メートル付近まで混合層と呼ばれる海水が上下に移動できる領域があり、ここでは低緯度海域では1.024。 グラムマイ立方センチメートル付近、高緯度海域は、表層から深海まで1.028グラムマイ立方センチメートル強で一定となっていて、中緯度海域は、両者の中間となる。いずれの海域でも2000メートルより深い深海は1.028グラムマイ立方センチメートル強の一定となる。深海の塩分濃度1、高緯度海域、2、低緯度海域。 色のついた部分が塩分やクソ塩分濃度は緯度によって異なっており、表層近くでは3.3から3.7%と幾分開きがあるが、深度が深くなると緯度に関係なく3.5%、前後の一定値に近づいていく。北と南の海気線付近が最も塩分濃度が高く、高緯度では薄くなり、特に北極では3.3%を下回るまで薄くなる。 赤道付近では3.5%付近となる。水深300から1000メートル付近で塩分濃度が急激に変化する塩分薬草がある。光合成に必要な太陽光は深海には届かず、したがって植物プランクトンは深海には存在できない。しかし、水深1000メートル程度まではわずかながら日光が届いており、 深海の生物はそれを感知できる大きな目を持つものが多い赤い光は青い光より多く水分子に吸収されるため10メートルより下ではものがべて青く見える70メートルでは地上の0.1%の光しかなく人の目ではかなり暗くなる200メートルでは人では色を感じられなくなり灰色の世界になる 400メートルを限界に、人の視覚では知覚できない世界になる。水深200メートルまでは、海水が自由に混合するが、温度薬草を挟んで上下の海水は混合することは、ない。深海には、深層水と呼ばれる、氷層とは異なった物理的、科学的特徴を持つ海水が分布する。氷層と違い風の影響を受けないが、 地球上の2カ所で形成される深層水は熱塩循環によってゆっくりと世界中の海洋を移動している。また北太平洋には深度数百メートルに北太平洋中層水と呼ばれる海水が分布することが分かっている。水深数千メートルの深海でも秒速数センチの海水の流れがあり深層流と呼ばれる。 深層流と日本で飲用水として販売されている。深層水とは全く関係がない。深層流は地球規模の熱炎循環を構成している。核実験の時に生じたトリチウムという放射性、同位元素を利用して一度深海に潜り込んだ海水が再び氷層まで湧き上がってくる時間を測定した結果、平均して2000年程度かかっていることが分かった。 深海は大きな水圧と低い水温、さらに光のない暗黒の世界と生物にとっては過酷な環境である。光合成に利用可能な太陽光は水深数十メートル程度までしか届かない。深海では深海魚など表層とは全く異なった形態や生態を持つ生物が多く生息するほか、 ウミユリやシーラカンスなど以前は化石としてしか知られていなかった原始的な形態を持つ生物も生息している。しかし、深海の生物は現代では意外と身近な存在でもある。桜エビ、ヒゲナガエビ、ホッコクアカエビ、タカアシガニ、ズワイガニ、タラ、キンメダイ、アコウダイ、メルルーサなど、漁具や冷凍、運搬技術の発達により、 食用として流通するようになった深海生物は埋挙に糸間がない。微生物にとっても深海はやや過酷な環境であり、深度の増加に伴い数が減少する。光合成を糧とするシアノバクテリア類は早々にいなくなり、表層ではほとんど検出されない古細菌類の割合が増加する。これらは培養に特殊な条件を必要とするものが多く、 ほとんどが培養不可能種である。例えば海溝大底エビの住むマリアナ海溝から発見されたモラテラヤヤノシーは増殖に500から1100気圧もの高い圧力を要求する。水深600から1000メートル付近には溶存酸素量が極端に少ない酸素極小層がある。これは上層から降下してくる有機物を細菌が分解するときに 水中の溶存酸素を使うため、この深度では、酸素が使い果たされてしまうのである。酸素極小層ではさすがに、生物の姿も、まばらになるが、ここを過ぎると溶存酸素量がわずかながら増え、生物の密度も、わずかに上がる。深海では、生物群集における生産者を欠くため、旋回での物質生産に大きく依存する。直接的利用と、 間接的利用の二通りの方法がある。直接的利用は、深海生物が旋回に浮上して採事を行うことで、裸岩子など中不層に生息する多くの深海魚は、夜間により浅い水域に移動して採事を行う。間接的利用とは、旋回の生物の遺害や排泄物が出取り足すなどの、 状態になって沈んでいき、深海生物の餌として利用されるものである。深海では水中に雪のように漂うマリンスノーが見られるが、これもその例である。また、稀にクジラの死体が深海底に沈み、多くの動物の餌となっていることも知られている。前述のように、深海では、 基本的には生産者が欠如し、消費者と分解者のみからなる生態系が作られている。それを支えるエネルギーは、旋回での生産に依存している。他方、旋回では、光合成が行われるが、同時に、無機窒素などの肥料分の消費も激しい。それらは消費者や分解者の活動で作られるが、その量が光合成量を規定する制限要因とも、なっている。 つまり、慢性的に不足気味である。他方、深海では生産者が存在しないため、消費者、分解者ともに密度が低いとはいえ、肥料分は作られる一方である。ほとんどの場所で、これらの海水の間での大きな流れは存在しないが、一定の場所では、そのような海水が、旋海に吹き上がるような流れを生じる。そのことを優勝というが、 そのような流れを生じる場所は、肥料分の多い海水が供給される場所となり、他の場所より、はるかに豊かな生物省を支えることができる。深海での食物連鎖は、海の表層から降下してくる、有機物のみに依存すると思われていたが、1970年代から、各国で進められている、深海探査により、旋海の生産物に頼らない独立した、 生態系が存在することが明らかになった。この生態系を化学合成生態系という、海嶺や海底火山の周囲にある熱水噴出口では、摂氏300度以上もの熱水が噴き出している。その周囲には、熱水中に含まれる硫化水素や水素をエネルギー源にして生存する化学合成細菌や古細菌が繁殖している。 これらを体内に強制させる、チューブワームや、シロウリガイ、細菌を餌にするカイレーツのナシオオハラエビ、さらに、それらの生物を餌にする、イソギンチャク、深海コシオオリエビ、ユノハナガニ、ゲンゲなどが、世界各地の熱水噴出口で、次々と発見されている。生物の生息密度は、普通沿岸から離れた深海ほど低くなるが、 熱水噴出口の周囲は高密度で生物が生息している。新たな水産資源や鉱物資源を深海に求める機運もあり、1970年頃から各国が深海探査に乗り出すようになった。これまでに新種の生物やメタンハイドレート、万ン段階ンン、コバルトクラスト、熱水交渉などが次々と見つかっているが、 まだまだ深海は未知の世界と言える。各国の所有する主な深海探査船には次のようなものがある。ありがとうございます。